ヘイユクムソデブル増えてきてると思います。今日はですね、ついにシーズン4バージョンのボーンスピリット完成しましたので、みんなと一緒にボーンスピリットシーズン4バージョンを見ていきたいと思います。ついにオーバーパワーでやべえ火力になってますよ。という感じで本日もくじ行ってみましょう。1つ目ついに完成シーズン4ボーンスピリットビルド、2つ目ビルド解説で、最後にまとめと、あとはね運用方法という形でですね、どんな感じで使っていくっていうのをやっていきたいと思います。というところでですね、まずシーズン4ボーンスピリット完成という形なんですけど、シーズン4のボーンスピリット一味違うんですね。っていうのもちょっとね、シーズン2、3とちょっとボーンスピリットの影薄かったんだよね。なんだけど今回からオーバーパワーを取り入れることによって、海外ガチ勢がボーンスピリット実用化しました。あとはテンパリングもね、焼き戻しもいいのがあるから、そこら辺含め俺の場合ね、これ見てもらうと分かるんだけど、タリスマンとあとは鮮血の月のズボン、この通常ユニーク2つ以外ウーバーユニークとかないですっていうところで、比較的ハードルが低い中で作れるボーンスピリットビルドとなっておりますので、今日はこのボーンスピリットビルドやっていきましょう。ロマンの一撃にかける1億ダメージっていう感じです。正直まあちょっと実用性というか、なんかミニオンビルドとかと比べるとあれだけど、でもやっぱり一撃の楽しさ快感最高だよね。ということでですね、ビルド解説という感じで、ちょっとさすがに奈落行きながらは厳しいので、一回街に戻ってビルドをね、装備外して素の状態で見ていきたいと思います。スキルボードとかね。でですね、まず、装備を全部外して補正をなくした状態でまずスキルボード見ていきたいと思いますので、とりあえずですね、ボーンスピリットのスキルボード、スキルツリーですね。でスキルツリーに関しては基本的にはもう本当にボーンスピリットでどんだけ火力出すか、あとは精髄ね、MP をどれだけリソースを増やすかとか回復するかっていうのが大事になってきますね。という形なんで、まあそれはおいおい説明しつつ、まずはね基本スキルからいきましょう。で基本スキルは使わないです、はい。なので基本スキルに関してはなんか適当に2つ振ってください。まあ経路を確保するためだけだね。で次はコアスキルの欄になるんだけど、コアスキルの欄はこの死人の活力と、あとは不完全な均衡はマストです。マストで、まあ、なぜかっていうと、これまず精髄の上限数が上がる。で精髄の消費した量だけ火力が上がります。なので精髄を MP を消費すればするほど火力が高いんだよね。基本的にボーンスピリットって1回の攻撃で MP 全部消費するんだけど、100消費した時と120消費した時では120の方が火力が高いんですよ。なのでこれがすごく大事っていうところになってきます。でさらに上のコアスキルで消費される精髄が増えてダメージが増加する。今回、今回っていうかシーズン3からだっけ4からだっけ、ごめんちょっとここは若干記憶が曖昧なんだけど、とりあえず言いたいことはコアスキルとしてボーンスピリットは分類されてます。なのでコアスキルの威力が乗算で 15% 上がるので非常に有能。しかもコアスキル の, MP 消費が上がるんだけど、ぶっちゃけ関係ないからボーンスピリット一発打つと MP 全部使うから。なので実質ダメージだけが上がるっていう形になるので、これは絶対取るべきという感じで 3-3 でマックス取りましょう、このパッシブで。あとは結構ね地味に大事なんだけど、切り裂かれ七肉、これね幸運の一撃でですね一定確率で死体生成するので、やっぱネクロマンサーいつまでねどこにいても死体がないとっていうのは大前提であるから、死体をね作るっていうポイントでは1振りこれしといてくださいって感じっていうのがコアスキルの欄なんで、コアスキルはこんだけで、右下の方に行きたいと思います。でミストアーマー必須です。ブラッドミストは必須ですね。無敵になって逃げれるし、であとはこちらの左上に伸ばして死体を作れるようにしましょうって感じ。とてもいいですねこれ、マジで生命線これないとマジ辛いって感じですね。であとはスケルトンウォーリアーマスターですね。今回スケルトン使います。でこれは装備のレジェンダリーの騎士の時にね詳しく説明するんだけど、プリースト変換が強いんですよ。なのでそのためにスケルトンウォーリアーマスター使うし、スケルトンいることによって前線で壁ができるし、あとは今まではスケルトンを結構ね生贄にしてたんだけど、ボーンスピリットとかの時はなんだけど、新しいレジェンダリーの化身のおかげでそれをしなくても良くなりました。まああとはですねちょっとね奥義スキルのところで話すんだけど、そういった過程で今回はスケルトンウォーリアーを入れるのってスケルトンウォーリアーマスターでスケルトンを強くしますという感じですね。これ曲振りです、3ですね。で次です、ボーンプリズンですね。ボーンプリズンはですねシーズン5では
実はボーンスピリットもっと強くなります。アッパー調整されます。専用ユニークも出ます。なのでめちゃくちゃ強くなるんだけど、その時にも同じような構成になるんだけど、ボーンプリズンはさらにシーズン5 の、 新ユニークで強くなるんですが、シーズン4ではないんだけど、それでもあった方がいいっていうのも、普通にボーンプリズン動きを封じれるっていうのはもちろんあるんだけど、単純に精髄を回復できる、 MP を回復できるんだよねっていうのがめちゃくちゃでかい。でボーンスピリットはいかに MP 回収とクールダウンを下げて連発させるかってことなんだよね。 MP を多い状態を維持してっていうのがかなり大事なプロセスになります。なのでボーンプリズン意外にそこら辺が大事。しかも囚われた敵脆弱状態になるから、もうなんかなおさらいいって感じになってるので、非常にボーンプリズン優秀ですっていうところだね。であとはですね、残忍な収穫が2、これはね死体を消費すると精髄回復なんで、これも地味にいい感じだよね。でさらに死者を糧に死体を消費した後ダメージを 9% 乗算で上げる、これはまあどのビルドでもね適用されるようなすごく強いねパッシブになるので、この辺は火力アップと MP 回復で取っとこうねって感じで、心の欄はこんな感じなんで、次は左下の呪いのコーナー行ってみたいと思います。でまあいつも通り衰弱です。まあ衰弱多いよね取る人。まあ衰弱ほんと強いんだよね。移動速度減少、ダメージ減少させるから、単純なデバフでネクロマンサー本体弱いんよ。防御力とか守備が脆弱で HP がなかなか上がりづらいから辛いんよ。なのでまあやっぱ衰弱っていうのはアイアンメイデンとかと比べるとやっぱいいよねっていう形にはなるし、で何よりこの悪意に伸ばすとクールダウンが幸運の一撃で下がるんよ。これが本当にでかいっていうので、まあやっぱ衰弱は必須ですね。であとはダメージ増幅、これはセットで使われるんだけど、呪い状態、要するに衰弱が当たった敵に対して与えるダメージが 12% 乗算で増えるから超強いっていう感じですね。であとはですね、死の抱擁ですね。近距離の敵に与えるダメージが、増えます。でさらに近距離から受けるダメージ減少率も上がります。もうこれはもう本当にいいことしかない。で、ボーンスピリット結構比較的至近距離で打つことが多いです。なので火力アップにもなるし、やっぱりシーズン4からダメージ減少率っていう部分が拾いづらくなったので、まあやっぱパッシブで取れるっていうのは取った方が絶対いいっていう感じですね。まあどのビルドでもこれは結構曲振りしてるかな。であとはこちらです。歩み寄る死、移動速度が上がるんだけど、これはね結構みんな取ってる。やっぱりね、移動速度が上のレベルになればなるほど大事なんですよ、フィールド支配するって意味で。なのでこれ結構ね地味に大事なんで、まあ、本当は3振りしたいんだけど2振りにしてるっていう形ですね、ポイントの都合上っていうところなんで、呪いの欄はこんな感じになっております。まあほとんど曲振りですね、パッシブはこの移動速度以外っていうところで、右下に行ってみて、主人公やってまいります。ボーンスピリットです。曲振りです、もちろん。でですね、ボーンスピリットは下に伸ばしています。でこれ何かっていう と、単純にですね、精髄回収をしてくれるという形になります。打った後最大精髄量の 30% の精髄を生成するっていう形なんで、自動的にボーンスピリット打ったら MP が回復するっていう仕組みになります。でボーンスピリットは、まあ、書いてあるんだけど、残りの精髄全部って書いてあるんですよ、消費精髄量なので、まあ、ほぼマダンテです、ドラクエで言うと。なのでマダンテを連発しようとしてるんですねなので本当バーバラもびっくりするぐらいな感じです、ドラクエ6で言うと、はい、っていう感じで、基本的には MP を全部使ってバコンってぶち当てて、かつ MP の、使った量だけ火力が上がるんですよっていうところで、ここが非常に大きいです。なのでまあやっぱりボーンスピリットっていうのは MP を1回出したら使い切るから、その MP が回復するまで、精髄が回復するまでちょっとさ、ダウンタイムがあるから、そこら辺をいかに短くして連発するかっていうところでですね、まあ、こっちの下の方がいいよねって感じ。まあ、ただクリティカルが足りない人は、まあ、クリティカル上げてもいいけど、まあ、下の方が恩恵が高いかなっていう形ですかね。であとはパッシブとかになってくるんですけど、あーごめん、あとはあれか、試食層ですね、これマストです。試食層もありましたね、試食層も入れておきましょうこの欄では。で試食層に関しては脆弱状態になるっていうところを伸ばしていきます。で試食層は基本的にはもうなんていうかな、トリガーになるっていう感じですね。まず死体がなかったら死体を作る、で死体があったら試食層を発動する。で試食層発動から全てが始まります。でギュッて集まって、でボーンプリズンして死体消費してボーンスピリットバーンって感じですね。なので起点になります、試食層は本当に大事ですね。であとはですね、パッシブになるんだけど、死者の公費はめっちゃ大事です。
基本的に、まあ、やっぱり本体が脆弱なのよネクロマンスター、死にやすい。なので強化値を得れる部分っていうのは本当に大事なんで、これは非常にあった方がいいかなっていうところで、まあ、すごくこれは助かってますね。俺は結構これ好きって感じですね。で、もう一個がこっちの骨系のパッシブ、全部曲振りしてます僕は、はい。でどんな感じかっていうと、クリティカルヒット率っていうのが上がる。であとはクリティカルヒットが10回出ると骨スキルの与えるダメージが5秒間 15% 増加、掛け算で乗算で、で脆弱状態の敵に対して骨スキルのクリティカルヒットダメージが 15% 乗算で上がるみたいな感じなんで、まあ火力ガン上げみたいなイメージになってるかなっていうところですね。でまあこんな感じで、使ってるんですけど、一応尾行で言うと俺の装備厳選がまだちょっとエンジョイ勢なんでだいぶライトなんですよ。なのでもしクリティカルそうでもないよっていう人は、このクリティカルが上がるやつを減らして移動速度を曲振りの3にしたり、であとは、まあ、この残忍の収穫を上げたりとかで、まあ、1振りでもこれはいいかなっていう感じではあります。ここのやつですね、読み方がよくわかんないっていう感じです。なので、まあ、そういった、まあ、一応前後はあるんだけどっていうところ、まあ、装備によってねちょっとそこら辺は変えてみてねって感じで、あとは奥義の乱になるんですけど、奥義の乱はこれですね、指揮官の鼓舞という形になるんですけど、これ健全状態の間自分のクリティカルも上がるんですよ、ミニオンだけじゃなくて。なので、まあ、ミニオンはぶっちゃけどうでもいいんだけど、このビルド上はクリティカルが出ようが出まいが死体作ってくれて前線の、防波堤になってくれればいいから。なので自分のクリティカルヒット率がパッシブで上げれるっていうのはすごく大事なので、まあ、ここは俺結構いいと思ってます。で一応そのプラスアルファの話なんだけど、この孤高の誇りっていうね、ミニオンがいない場合ダメージ減少率がマックス10何パーになるやつがあるんだよね、パッシブで。でこれをいつも使ってたんだけど、レジェンダリーの化身で同じようなね能力のレジェンダリーの化身出たので、実質孤高の誇りが死にスキルになってます。ほぼ今のいろんなビルドって鎧のレジェンダリーの化身にこの孤高の誇りっぽいねダメージ減少率があるものをつけてるのでっていう感じなんで、今はミニオンとハイブリッドの混合の形でボーンスピリットを作れてるっていう形にはなってますね、というところで。あとはあれですね、重要パッシブになるんだけど、重要パッシブはまあもちろん骨スキルなんで骨化した精髄という形なんで、まあ単純に火力アップです。普通に火力アップで精髄の量を使えば使うほど火力上がるんで相性がいいっていうようなイメージだねっていうところなんで、まあ、こういったスキルツリーになってますっていうところ、まあ、本当にボーンスピリットをいかにいい感じに当てて MP を回収してクールダウンをできるだけ下げるかっていうようなのが、まあ、テーマになってるかな。で続きましてパラゴン行ってみたいと思います。で、パラゴンに関しては結構俺ガチ勢の丸パクリして、であとはなんていうの、属性耐性とか防御力を微調整しつつ、で余ったところを攻撃力上げてって感じにしてるので、ちょっとね俺のオリジナルっていうか可変になるんだけど、ちょっと毎回で申し訳ないんだけど、俺ここなんですけど俺パラゴンまで取ってないんですよっていう感じで、なんかめんどくさくて、まあ、結局1箇所しか取ってなくて、20ポイントぐらいねちゃんとやってる人よりポイントが少ないんですよ。なのでちょっと少なめなんで廃人のボードより、なのでちょっとオリジナルに変えてるんで、そこら辺はちょっとご容赦くださいって感じで、一旦ね、まあゆっくり1枚ずつお見せしていくので、まあそのままパクってみて、あとは微調整してください。はい。で最初のボードこんな感じです。でグリフは制御になってます。制御ですね、火力上げるって感じで、あとはここら辺でねライフ上げたりっていう形で、まあ全体性足りてるならここら辺取ってないって感じですね、っていう感じで。次はですね、上に進みまして、これは継ぎ骨ですね。継ぎ骨をこんな形で上にくっつけてるって感じで、グリフは精髄になってます。でまあ精髄をつけてるんだけど、このボードは両サイドに一応伸びてるので、まあ右のボードがねもうあれなんで1枚しかないんで、右のボード行きたいと思います。で右のボードは肉くらいです。肉くらいになっております。でこんな感じのなんていうかな、全体像になってます。でグリフに関しては肉体ですね、肉体をつけているという形になってます。でこんな感じで OK というところで、次はじゃあこっちのですね、継ぎ骨から左に行くルートを見ていきたいと思います。でここに関してはカルトの指導者になってます。
でカルトの指導者はもうねあのこの形でもう右上しか使わないって感じで、グリフは死者を呼ぶものっていうところですね。まあ一応ねあのミニオンのダメージ減少率とかはめちゃくちゃ強いから、まあ、ここら辺はね一回試しになくしてみたんだけど、マジでねミニオンがすぐ死ぬから、これ結構ねあの大事なんで、まあ、ここら辺取ってあげるとすごくねいい感じに前線張ってくれるっていうところかなという感じなんで、まあ、このねカルトの指導者から上に伸ばして次は行きたいと思います。で上に伸びるボードに関しては血の海ですね。オーバーパワーが上がるんでね、これは絶対取りましょう。でグリフに関しては、墓盛りですね。墓盛りになってます。でこんな感じの、形です。でそこから左の方に伸ばしますね。血の海、血の海から左の方に伸ばして、で、ボードは死の香りという形になってますね。まあ、この死の香りもよく使うやつですね、ネクロマンサーで全体で。でグリフは、支配になっておりますので、オーバーパワー上げようぜという形になってますね。でまあこんな感じのボードになってるので、まあ、基本的にはあのオーバーパワーとか火力上げつつ、ミニオンのダメージ減少率、これめっちゃ強いから 40% もねあのダメージ減少率あるから、ここら辺もちゃんと取っていきつつ、ミニオンのカバーもちょっとやりつつみたいな感じで、まあ、あの構成しているというような形になっておりますね。で、あとはですね死者の書を見ていきますか。で死者の書に関してはスケルトン、ウォーリアーしか出してません。ウォーリアーのみです。でウォーリアーはリーパーにしていて死体生成にしてます。死体生成が結構大事です、はい、っていう感じですね。死体を出すトリガーがあんまり多くないので、まあ、リーパーが結構ね起点になることが多いですね。死体はあとはまあもちろんなんだけど、ミストで突っ込んでいってミストで死体を作るっていうのもあるんだけど、まあ、大体その2つかな。であとはですねスケルトンメイジに関しては生贄にしてて、骨メイジの、これ生贄のオーバーパワーが 30% 乗算で上がるという形です。で次はゴーレムです。ゴーレムに関してはアイアンで、アイアンに関してはクリティカルヒットを上げるという生贄効果で、ゴーレムとあとはメイジをですね生贄にしているという形で、一番下ですね、両方ともゴーレムもあのメイジも一番下を使っているという形になっておりますね。なのでこんな感じがですね基本的なスキルの構成になっておりますっていうところです。であとはねちょっと装備のところになるんだけど、装備はね若干俺ね、まあ、若干だけどだいぶね今甘いんだよね装備が。なので、まあ、ガチ勢から見るとだいぶ緩い装備なんだけど、これでも普通に1億ダメージ出せるっていう感じではあるから、まあ、火力は楽しめるっていうところかな。まあ、ティア107区をクリアするには名工品生成を、まあ、全部8とかに上げないといけないかな。ほとんど4とかになってるからちょっとね、しんどいよねって感じ。武器とかもできれば10オーバー欲しいねって感じなんだけど、ちょっとね弱いって感じなので、まあ、そこはねあの名工品生成、上げればあれなんですけど、ちょっとね諸事情で、貧乏すぎて破産しまして、あの強化する費用がありませんでした、はい今ようやく1700万ゴールドまで復活しております、はいありがとうございますということで装備見ていきましょう。まずは頭からですね。でポイントとしては結構ねHP 多く振っていいと俺は思ってる。っていうのもまあ知力も全然入れていいんだけど、まあ結構ライフ最大値を入れてもいいと思うし、あとは今宝石さ俺知力つけてるじゃん、あの防具に。ここを全部HP プラスに変えて、赤い宝石のねやつに変えていいと思うっていう形ですね。俺の場合はねちょっとまだ装備が甘いから火力でゴリ押しして押し切ってるって感じだから、まあ、そこがあるかなって感じっていうところもありつつ、まずは頭の補正なんですけど、レジェンダリーの化身は血を集めし者、これスケルトンプリーストがっていう形なんですけど、これマジで強いんだよね。これスケルトンプリーストが効力を発揮した際に自分にその能力の 70% というかそのバフの 70% が来るって感じになってるので非常に強い。で、まあ、このスケルトン召喚ボタンなんだけど、スケルトンがマックス召喚されている状態でスケルトン召喚を死体消費してやるとスケルトンプリーストが出てきてスケルトンにバフをかけてくれるんですね。でそれのバフの 70% が自分に来るって感じで、まあ、書いてあるんだけど、スケルトンプリーストが召喚されるようになるっていう感じで、これによりミニオンを8秒間強化する、与えるダメージを 30% 乗算で増加させる、でさらにミニオンのライフを最大値の 40% 回復するっていう感じなんで、まあえぐいっていう形になってます。でこれが自分に来るから普通に強いっていうところですね。っていう、まあ70%なんで3721とか
まあ、21% ぐらいの乗算のダメージアップが来るっていう形なので、まあまあ強いっすわっていうところで、これはおそらくそのミニオンがいる価値っていうのがあのシーズン4で爆上がりしたスキルだと思いますね。でオプション補正に関しては、まあ、正直知力とライフ最大値とあとはクールダウン短縮が欲しかったかなっていうところはありますので、まあ、ちょっとねそこら辺が欲しかったんですけど、残念ながら、まあ、幸運の一撃っていう、まあ、ちょっと若干微妙な感じになっております。はい。であとは候補としてはガチ勢がつけてたのはあれですね、あの毎秒精髄が3とか4回復するやつ、毎秒 MP が回復する系のやつを入れてたりしたので、まあ、知力ライフでマナーが毎秒回復みたいなのとかが精髄が回復とかが、まあ、いいんじゃないかなっていうところでしたね。で、あとはねテンパリングに関しては防具全体で言えるんだけど、まあ、基本的に試食層を 100% のサイズにしたいから最低2つつけて、あとは、まあ、衰弱であったり衰弱の大きさであったり、あとは呪いの効果時間延長とかがいいんじゃないかなというところになってますねっていうところなんで、まあそんな感じで俺は考えてます。あとはブラッドミストのクールダウン短縮とかもかなりありだよねっていう風な感じで、ポイントは腰をユニークにしてるからテンパリングが1箇所少ないので、できるだけ足手鎧頭で試食層の範囲拡大を2つは欲しいかなって感じになってますね。まあ、ぶっちゃけねテンパリングは運ゲーだから回避とかついてるけど、別に回避つけたかったわけでもないから俺なので、まあ、そんな感じですね。ライフを増やしたかったって感じ俺的にはになってますね。で次鎧ですね。鎧は鍛えられし骨かっていう感じで、これがさっき の扇の乱にあったここの誇りだっけ、あれの代わりにシーズン4からメタになってる、すごく強いね。まあ、シーズン2とかだとあれですね、不服従とかがメタだったんだけど、防御 のスキルは今回からっていうか、まあ、シーズン4からは完全にもうネクロの防御のメタはこれになってますね。で、単純にダメージ減少率ですね、ダメージ減少率がマックス 25% 増える、自身とミニオンに、これマジ強いっていう感じですね、必須ですね。で、ポイントとしては防御力は入れてた方がいい、プラス防御力は入れてた方がいいです。で、シーズン4から防御力の上限値が9230っていうのができたんだけど、ここをまず目指した方がいいんですね。で防御力は9230以上にしても、9230と1500とか15000とか一緒なんだよね、9230と。なのでとりあえず9230目指せればいいんだけど、その中でどうしても防御力が足りないので、基本的には2箇所はその防御力を入れたいっていう形になるから、基本は鎧と腰で揃えたいんだけど、ズボンで揃えたいんだけど、ズボンがユニークなのよ。なので一応今回は鎧と足で防御力は揃えてる。で、まあ、他のやり方だとテンパリングで防御力の合計防御力パーセンテージ入れたりもありだと思うので、まあ、そこはまあちょっと、その人の装備によってって感じかな。ちょっと、オプション補正とかテンパリングは運が絡んでしまうので、まあ、そういった幅でやってもらえるといいかなって感じ。まあ、とりあえず大事なのは鍛えられし骨だね、これマジ強いから、これかなり大事で、まあ、とりあえず知力ライフ最大値防御力、まあ、そこら辺を揃えておくと幸せになれるかなっていう感じですね。であとは鎧っていうのはスキルもね上がるオプション補正あるんですよ、リロールで。で陽気スキルだよね多分、ボーンスピリットって多分なので、陽気スキルプラスとかのやつとかをつけると火力が底上げかなりされるんで、まあ、そのスキルをプラスでつけるっていうのはかなりありかなっていうところなんで、まあ、そういった形で HP と防御力とあとはそのスキルアップっていうところも狙えるといいけど、ただそのスキルアップのオプション補正がレアなのね結構。だから、まあ、ライフとか知力とか防御力はまだマシなんだけど、スキルを当てるのがなかなか難しいので俺は知力にしてる。まあ、一応結論は一緒じゃん、ボーンスピリットのスキルを上げることによって火力が上がる、知力を入れることによって火力が上がる、まあ、ただ上がり幅が、まあ、多分スキルの方がいいっていう形だから、まあ、そのなんていうかな、とりあえず少しでも上げるような形でやっている。で、一応そのなんていうの、グレーターフィックスの知力があったからそれで組んでるっていうような、俺の場合はそういうイメージかな。まあ、何回も言ってるけど、その装備ってグレーターフィックスとかテンパリングとかオプション補正とか、まあ運が絡んだりするから、まあそういった部分も一応そのなんていうかな、そういった幅で考えるといいかなっていう意味合いですね。
で、あとテンパリングに関してはブラッドミストのクールダウン短縮と呪いスキルの持続時間を入れてるって感じですね。まあそんな感じで、次は腕ですね。まあ腕に関してはですね、攻撃補正が入る部位になるので、唯一防具の中で、まあ、攻撃補正入れときたいねという形になっておりますので、一応知力と脆弱ダメージとコアスキルっていう形ですね。でこれに関しては俺が持ってる手持ちの中で脆弱ダメージのグレーターフィックスがあったから、これ使うかというような選択基準になってますっていう感じですね。であとはコアスキルのプラス2っていうのもすげえ大事。さっき鎧でさ、あれじゃん、ボーンスピリットのスキル上げれるよっていう補正もあるよって言ったじゃん。同じようにコアスキルも上げれるのね。なのでスキルベース上げるっていうことは非常に強いので、ここら辺はねかなり大事かなって思ってます。で腕に関しては攻撃のテンパリング1と、あとはユーティリティのテンパリングだっけ、なんかそんな感じのあるので、一応試食層の大きさをやってボーンスピリットのダメージっていうね、そういった形にしてますね。このボーンスピリットのダメージは入れれるところは全部入れるっていうのが理想ですね。まあ運ゲーだからあれなんだけど、マジで入れるとかなり違いますねっていう感じで、スキルに関しては試食層ですね、貪欲なる職種になります。これシーズン5ではナーフされますけどね、はい。まあ、ただそれでも強いと思うので、まあ、そんな感じで、まあ、貪欲なる職種っていうところになっております。で腰はもうあれですね、ユニークなんでそんなに言うことないんですけど、鮮血の月のズボンですね。まあ、たまたまグレーターフィックス2があるのが、まあ、落ちたんでこれをつけてるっていう形ですね。で、まあ、これ何がしたいか、これ何がしたいかっていうと、このユニークズボンの目的ですね。目的としてはオーバーパワーダメージが 70% 乗算で火力アップする。これが爆裂やばいのよね。オーバーパワーを今回狙いに行きます。オーバーパワーとクリティカルが合わさった超火力のボーンスピリットを打つっていうのが今回の目的です。でこれが新たなネクロの中でスケルトンを前線に置いて、でオーバーパワーの力をさらに借りて、まあ、一撃必殺みたいな感じで、まあ前までは普通に単純にクリティカルだけ でミニオンもなくて単独でボーンスピリットで高火力狙ってたんだけど、まあ、なんだけどいろいろ調整があっちゃって、まあ、その火力が全然出なくなったのね。かなり悲しい火力になってたので、そこを補うために一撃必殺に戻すためにオーバーパワーの力を借りたっていうような感じですね。なのでオーバーパワーでバチクソいきたいっていう、そんな感じになっております。でまああとはまあスキルプラス3とかじゃないけど、プラス2だけど、まあ3あったらいいよねとかなんだけど、まあとりあえずまあまあここはオーバーパワーがあればいいかなっていうのと、まあ、グレータフィックス2ついてるからって感じでやってるって感じかな。で最後に防具の部門では足ですね。で足に関してはスキルがですね、スケルトンウォリアーとメイジの数を増やすというような形です。で、まあ、なんで数増やすのかっていうと、ちょっとね別のアクセサリー部門になるんだけど、ミニオンの数で精髄の最大値を増やすっていうのがあるから、そのためにも増やしてるし、で、まあ、リーパーがたくさんいると死体も生成してくれるし、まあ、前にいるリーパーたちスケルトンウォリアーの壁が多くなるしっていうところで、まあ、結構利点が多い、いることで数が多いっていうことはねっていう感じですね。で、まあ、このブーツもねちょっとねあれなんだけど、ステップの回数プラス3が本当はいいんだけど、回避によって移動速度が1秒間上昇みたいなのがついてるので、これはちょっとまあ源泉がまだ足りてないって感じですね、正直。で補正的にはまず移動速度がマストです。移動速度がマスト。でさっきも言った通り、ここで俺は防御力を引いてるって感じかな。腰で防御力あれしたかったんだけどできないから、足で入れてるっていうような形にはなってます。であとは知力で少しでも火力を上げてるって形になってて、テンパリングは移動速度絶対入れましょうって感じで、あとは試食層の大きさをここで入れてるっていうところで、まあ、そういった構成になってて、防具としてはそんな感じになってるかなっていうところですね。まあ試食層を 100% にしようね、合わせてみたいな、まあ2箇所入れようねみたいな感じかなっていうところですね。であとは腕のコアスキルとか鎧の容器スキルだっけとか、ボーンスピリットを上げれるものは上げとこうとか、確か足もねボーンスピリット単体でスキルが上がるやつあった気がするから、足はねボーンスピリットが本当はいいんだけど、まあここも知力にしてる。まあさっきの鎧と一緒だよね。ボーンスピリットが上がるスキルプラスの補正がない代わりに知力にしてる、その代わりグレーターフィックスだよみたいな感じの使い方をしてるんで、まあそんな感じですっていうところで、次にですね武器いってみましょう。で武器に関してはですね、まあ、正直武器に関しては片手剣が、まあ、クリティカルだしいいかなっていうところではあるんですけど、まあ、グレーターフィックス2つついてたからこの鎌なので使ってるって形で、ポイントとしてはクリティカルヒットダメージでライフ最大値知力なんだけど、
あのクリティカルヒットダメージがさ、あのリロールの丸マークついてるじゃん。オーバーパワーにしたい、ここはオーバーパワーにしたい。あの全体的な装備とかで上げていく能力はオーバーパワー1点狙いです。オーバーパワー1点狙い、まあもちろんね、あの指輪とか腕でクリティカルヒット率上昇はマストです。なんだけど、あの目的はオーバーパワーをとりあえず積み上げたいっていうのが一番なので、ここは正直、今かなりですね、あのリロールの失敗とかで貧乏になってるので、弊社ね、はいなのでクリティカルヒットダメージ止めております。なんだけど本当はオーバーパワー増加が欲しいって感じなので、まあ、基本的には知力、ライフ最大値、オーバーパワーとかがいい感じの補正なんじゃないかなと思います。であとはですね、あのこっちのオフハンドの焦点具、あのテンパリングは共通なんで、ちょっと最後にまとめて武器は言います。でとりあえず焦点具なんだけど、スキルに関しては利用可能なプライマリーリソース、要するに MP とかマナとか精髄って呼ばれるもんだね、の、あ外しちゃった、残量に応じてスキルで与えるダメージが最大 20% 増加する。プライマリーリソースがフルの状態でマックス 20% の火力増加が見込まれるっていう形になるので、まあ、要するに常に MP が高い状態で打ちたいから結構あの合ってるって感じで、あのアクセサリーの部分で MP めっちゃ回収するようなあの仕組みを作ってるから、あの基本的には MP マックスの状態でボーンスプリット打ちまくってオーバーパワー出しまくるっていうところを考えているので、そこに非常にフィットしているって形ですね。であとは補正に関しては一応知力のね、あのグレーターフィクスあるからつけてるんだけど、まあ知力ライフ最大値で幸運の発生率はいらんのよちょっとねお金がなくて、不足してるんですけど、まだね源泉がここの今の俺の幸運の地域の発生率の部分に関しては、あのマックスリソース、まあ、要するに精髄の最大値プラスとか、あとはクリティカルヒット率に変えた方がいいかなっていう感じですね。なのでまあそんな感じでやるといいんじゃないかなというところで、テンパリングですね、テンパリングに関してやっていきましょう。次は武器のね、で、武器のテンパリングはもうね、あのマストです。これボーンスピリットのダメージ、ボーンスピリットが起こす爆発の大きさ、これを両方つけましょう。なのでハードルが高いです。テンパリングでボーンスピリットの、この選択肢を必ず2つも引かないといけないので、まあねちょっとこれしんどいんすよ。でこれどんな感じだっけ、何個ぐらい選択肢がある中でやるんでしたっけ、これは4つか。まずは骨の熟練ですね。骨の熟練で、まあ、骨スキルのダメージ、骨スキルのクリティカルヒット率、骨スキルのクリティカルヒットダメージ、ボーンスピリットダメージで、ボーンスピリットダメージをできるだけ引きたいって感じで、もう一個がボーンスピリットの、あれですね、大きさっていう形で、で俺のやり方的にはこの骨増強のボーンスピリットが起こす爆発の大きさを先にやろうとする、リロールするっていうのも、最悪攻撃に関してはぶっちゃけ4つのうちどれでもいける、あの骨の熟練に関しては。なので、まあ、先に攻撃の、まあ、こっちの骨増強でボーンスピリットが起こす爆発の大きさを引いてから、まあ、こっちに行った方がいいかな、ボーンスピリットのダメージに行った方がいいかなって感じ。俺はもう本当にたまたま奇跡的に武器と焦点具両方引けたんだけど、これ引けないと結構辛い、正直。なのでグレーターフィックス2個ついてたし、鎌はもうこれつかなかったらもうマジ大パンの騒ぎだったからそんなぐらいの感じですね。結構あのテンパリングだけがしんどい、まあ、テンパリングどれもしんどいか、どのビルドもっていう感じになってますね。で最後にあれですね、アクセサリーですね。アクセサリーに関してはまずこのタリスマンは必須です。このタリスマンによってオーバーパワーを確定で発動させます。でこれどういう形かというと、あの MP をですね、プライマリーリソースを275っていう形なんだけど、精髄を275消費した後、次のコアスキルが必ずオーバーパワーになる。要するにボーンスピリットが精髄275消費した次のボーンスピリット確定でオーバーパワーになります。でクリティカルヒット出せばオーバーパワーとクリティカルヒットダブルで出たオレンジの文字の一番強いやつになりますっていう形なので、非常に優秀、もうとりあえずこれが欲しいっていうところなんで、多少補正弱くても、まあ、ボーンスピリットやるんだったら絶対つけましょうって感じになってます。で、まあ、あの理想としては 60% マックスの補正なんだけど、グレーターフィックスが2つついたやつ出たから、まあ、しかも 52% だったんで非常に ありがたかったんで、これを使ってるというような形になってますね。なのでタリスマンは非常に優秀で、オーバーパワーのトリガーとなりますっていう感じですね。
で、リング2つに関しては、あ、まあ、もちろんこれね、タリスマンはあのユニークだから特に電波リングとか特になんもないからまあそんな感じの役割って形ね。で、リングに関しては非常に大事な役割があって、MP 回収のシステムを作ります。ここ でまず一つ目がレクイエムの結束ですね。でこれに関してはミニオン1体につき7の精髄を獲得するので、今プラス2で4なんで6体召喚してるんで6、7、42、42精髄がプラスされます。で最初にも言った通り精髄が上がれば上がるほど火力が上がる、なので火力を上げる。で精髄の、なんていうんですかね、母数を増やしてる。でその増やした母数を速やかに回収する苦悩の結束で、これはですね、骨スキルでクリティカルヒットを出すと精髄回復が4秒間 160%、まあ、マックス 170% か増加するっていう形で、これマジやばいのね。 MP 回収効率ガチでえげつなくなるから、これで MP を増やして、でガンガン回収するっていう形の MP 機構が作られるっていうところになってます。なので、まあ、非常にこれで回りやすくなります。ボーンスピリットがね、 MP 高い状態で、精髄高い状態でぶち込めますっていう感じです。で、オプション補正に関しては基本的にはオーバーパワーダメージ入れましょう。オーバーパワーダメージとクリティカルヒット率はマストです。まあ、なんだけど入ってないよねみたいな感じになるんだけど、幸運の一撃とかまだ入ってるしみたいな。そうなんです、資金不足でリロール不足ですまあなんだけど基本的には知力、クリティカルヒット率、オーバーパワー、この3つが大体ね、まあ、鉄板になってくるかな。なのでそれで、入れていこうというところになってます。で、あとはですね、ボーンスピリットのクールダウンとボーンスピリットのダメージっていうのが、まあ、マストになってくるんだけど、これもさっきの武器と一緒。ボーンスピリットのダメージ系は後回しにして、俺は骨スキルのダメージとかになってるんだけど、とりあえずまずはリングはボーンスピリットのクールダウンをゲットしたら、次はさっきの武器と一緒でね、骨スキルの攻撃アップ系ですねを取る。でそこの中で、まあ、これがまあベストなんだけど、ボーンスピリットのクールダウンとボーンスピリットのダメージが上がったというところになるので、まあ、こんな感じで持っていくといいかなっていうふうに思ってますね。なのでそういったのが装備の形になってて、俺はまだちょっと全然源泉が足りてなくて、ちょっとお金がマジでね、本当に全然ねすぐ枯渇しててやばいんで、ちょっともうちょっと源泉したいなって感じです、はいなんだけどこれでも普通にダメージ1億出せてっていう感じで、バキバキに火力を押し付けていけるから非常に強いね形にはなってるかなっていうところですね。まあ、ただちょっとティア100の奈落とかはまだきついかな、この程度の源泉と、あとはマスターワーキングが名工品生成が全然できてないからちょっと辛いっていうところはありますね。まあ、なのでそんな感じで最後にこれを踏まえてまとめをやっていきたいと思います。でまとめとしてはやっぱ運用方法をね見ていきたいなというふうに思うんですが、とりあえずティア91あたりに行ってみますか。で本体は脆弱なんで気をつけてください、はいであとそうだ、すいません、最後に1個だけ装備で言い忘れてたんだけど、防具や武器につける宝石に関してですね、ちょっと最後にねこれだけ言い忘れてたんで話をしていきたいと思います。でまずね、武器はオーバーパワーを上げたいので、この赤の宝石確定です。であとはアクセサリーは一応ダイヤモンドを3つなんだけど、金なくて1個四角なんだけどまあなんだけど、とりあえず全体性と防御力がある程度担保できれば、まあ、何でもいいですって感じ。アクセサリーは、まあ、自分の装備と、あとはあれですね、パラゴン の微調整によって変わるって感じなんで、ここはちょっと、まあ、俺はこれにやってるって感じで、防具はさっきも言ったんだけど、まあ、この赤の宝石で HP 上げた方がいい気がする、俺は。なのでそんな感じでやっていただけるといいかなというところで、早速ではありますが運用方法をやっていきましょう。で運用方法はまずミストで突っ込んでいきます。でミストで突っ込んで死体を作ります。で試食層発動します。その間に衰弱打ちます。で死体の生成ボタンを押してプリースト発動して、でやばい話しながらやってるんで、でボーンプリズンを敷いて、でボーンスピリットを打つと、ちょっと話しながらだったからちょっと時間が間に合わなかったんだけど、まあそんな感じでやっていくというところですね。まあ、なので、まあ、そういった流れでどんどんやっていくというような形になっております。でまあこんな感じでドンというところですね。でどんどんこうやって倒していくというような感じになってます。でちょっとね俺ね、マジ幸運の一撃のところがクリティカルだったらね、もっとクリティカル入れていい感じなんだけど、まあ、かなり強いです。普通に数千万ダメージバンバン出ます。普通に数千万ダメージバンバン出て、ボスもワンパンで普通に倒せますっていうぐらいになってるので、まあ、どこぐらいまで倒せたかな、ボスワンパンでは。奈落の生放送でやったんだけど、まあ、70台ぐらいは確かね、ボスもワンパンで倒せたと思うので、でナイトメイドダンジョン100とかは余裕でボスワンパンで倒せる。
ので、まあ、そのぐらいですね、まあ、こんなあの適当な装備厳選でウーバーユニークなしでもここまでいけるから、普通に火力が多分バグってるっていう形なので、まあ、そんな形でですねやってください。で一応試食装とボーンプリズンとで、あとはちゃんと忘れずにあのスケルトン召喚ボタンのプリーストですねっていうのを忘れないでやった方がいいかなっていうところですね。プリーストボタンっていうのはもちろんねミニオンがマックスの状態じゃないといけないので、そこもね一応気にしつつやってくださいっていうところになってますね。でまあとりあえずこんな感じでまだ突っ込んでいって死体作って、でドンという形で、まあ、一気に全員壊滅っていうところですね、まあ、そんな感じになってます。で文字があのオレンジの時がクリティカルとオーバーパワーダメージダブルで出てて、水色がオーバーパワーだけで、黄色というか薄い黄色がクリティカルだけっていう感じなので、まあそんなところで見分けていただければなって感じで、あとはこのレベルのゲージのこの上、これプライマリーリソースが275消費後で、今271じゃん、271だからまだダメなんだけど、とりあえずスキル使うよ。スキル使ってこれ275になったよね、今衰弱使ったから。でこの状態だと次のボーンスピリットが確定でオーバーパワーダメージになるから、ポイントとしてはボス戦前はわざと空打ちして適当にで275貯めた状態でボス戦に行って一発目ぶち込むといいって感じになってますね。なのでそんな感じでやると、まあ、お得かなっていうのが俺の中ではあったりしますねっていうところなんで、まあ、結構この275っていうところだけは結構ね、あ、おいおい死んじゃった、まあ、こんな感じで本体は脆弱なんですけど、ミニオンビルドと一緒で、はいまあそれは変わらないって感じなんですけど、まあ、やっぱりそこら辺でですね、この275だけはこの経験値バーの上にある275だけは多分ね見といた方がいいかなっていう風に思ってますねっていうところなんで、まあ、そういった形で、まあ、この275の部分だけをとりあえず注意しておくと結構ねいい感じに火力をぶち込めて試合を、やべえ、なんだ今のこの長い電撃装みたいなやつガチでうざいよね。普通の電撃装にしてほしいわ、くるくる回るっていう感じなので、まあ、そういったところにはなりますね。ちょっとごめん、喋りながらだからちょなかなかうまくね操作がちょっと下手くそなんだけどまあそんな感じになってますので、まあ、そうやって、あ、やばい、この長い電撃層やばいっていうところでね、ちょっとね長い電撃層に揉まれながら頑張ってますというような感じになってますね。で、まあ、やばい、もうこのマジで長い電撃層やめてよ。喋りながらちょっといろいろやりながら長い電撃層は無理ということが分かったので、まあ、そんな感じでですね、皆さんもこの一撃必殺をね楽しくやっていただけるといいんじゃないかなというところで、マジ長い電撃層さ、ちょっとさ、この狭い通路でやられるとちょっとさ防げなくてやばいよね。しかもさ、そのスキル打った後のスキルのさ、なんていうの、スキル発動後の硬直で死んじゃうからかなり厳しいよね、あれね。あ、この長いやつ、これって思ってるよね、俺は。そんな感じ、うん、やべ、なんか食らった。そんな感じなので、ぜひね、皆さんもね、これめちゃくちゃ気持ちいいから、使っていただけるといいんじゃないかなっていうところなんですけど、一個だけちょっと弱点があって、やっぱりさ、今シーズンヘルタイト楽しいじゃん。血の乙女結構楽しいじゃん。あれ、あんま行けなくなります。血の乙女、マジで効率悪くなって、ちょっと微妙になる。正直なので、まあ、ちょっとね血の乙女は別のキャラで行った方がいいかも。なんかマジかったるくなるんで、まあ、俺はもうこのビルドで血の乙女行くときはもうほとんどミニオンに討伐させて血の乙女が出たときだけ俺が処理してますまあそんな感じなので、まあ、全然それでもねミニオン強いんで普通にねしばけるんで、まあ、全然大丈夫なんですけど、まあ、そんな感じっていうところになるので、で経験値バーの上に275って出てたら、あ、次あれやな、オーバーパワーやなっていう感じで、まあ、適当に打っただけでも2200万とか出るから、本当にね何もしなくてもこんな感じだから、ちゃんとなんていうんですか、 MP 揃えたり試食層揃えたりするともっとねすごいダメージ出るんで、まあ、1億ダメージぐらいはね、まあ、俺の装備ですら出るっていうところなので、まあ、結構ね楽しく打てるんじゃないかなというところで、ぜひね皆さんね、この一撃必殺のすごい火力が出て気持ちいいっていうのもねやっていただければと思います。まああれなんですけどね、バーバリアンとかもっと簡単にお手軽にバッシュでドーンって何億ダメージ出したりするんですけどね、はい、まあなんですけど、まあ、そんな感じで、まあ、俺なりにねボーンスピリットってめちゃくちゃシーズン0から好きなねビルドなんで、まあ、今シーズンね新たに生まれ変わったこのオーバーパワー×ミニオン×の新しい仕組み
っていうのをぜひみんなと共有したかったので、今日はですねこのボーンスピリットシーズン4バージョンを共有してみたので、ぜひねみんなはこういう風に組んでるよとか、こういうテンパリング、こういうオプション補正とか大事にしてるよとかあったらぜひね教えてください。俺もねまだねこれは海外の人を見て作ったばっかりでいろいろ試してる途中ではあるので、まあ大体仕組み的にはまあでもそんな感じ、オーバーパワーとミニオンとで、あとはあのいい感じに MP を回収するっていうものをどんどん使っていくというようなところになるので、まあ、そんな感じでねあのぜひね皆さんねやっていただければすごく楽しいんじゃないかなというところで、今日はねこの辺にしておきたいと思います。で、聞いてるゲームではこんな感じでですねディアブロの動画サーバースラムの頃からやってますので、ぜひねだいだもうこれなんか食らった、何食らったのぜひね皆さんねチャンネル登録と高評価で応援していただければ幸いです。そんな感じで今日はこの辺にしておきましょう。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次のボーンスピリットでお会いしましょう。シーズン5はもっと強くなるからね、あのいろんな新しいユニークとかバフが増えて、それではバイバイ。